さあ始まりましたホットバージョン。今回はですね N1 です。てかお前さ、はい、こんな離れててマスクいる？もういらないですよね。改めましてさあ始まりましたホットバージョンです。今回はね、はい、N1 です。はい、うん、新しくなった N1 ですけども、見た目は何も変わってないんですよ、ほぼ。でも車体は変わってるじゃん。そう、今回一番の、ホットバージョン的なあの推しはですね、はい、マニュアルミッションが出たんですよ、はい、素晴らしい、はい、ね、待望の6速ミッションが出ました。こういう時代に無駄を楽しむ、まあ、確実に無駄ですよね。無駄だよ今、はい、だってみんなこれだもん。こっちの方が早いんだもん。非常にどんな感じか楽しみですよね。サイドブレーキついてる？知らないですね。マニュアルにはサイドブレーキないとダメよ。黙っておきましょう。それで？で、まあこの K で6速ミッションということで、今回はまあそちら隣にいる S6 6速ミッション、はい、同じ K で6速ミッションで、はい、まあ、こちらとね比較してみようと。何が比較だよ本当にさ、はい、何言っちゃってんの谷口さん、はい、まあ、あの残念なことに S6 はもう販売終了すると。2021年でもう完売。僕さっき聞いたばっかりでちょっと試しくなってきて急に欲しくなってきたんですけども、完売、はい、ねえ、このグリル見たらやる気満々じゃんこの車。ねえ、何なのこれ。こちらはですね、はい、あ、このショップが持ち込んでくれたんですよ。プスーン、はい、あのおじさんがのところ、あのおじさん石島さんところの元気だからね、はい、ああ、まあ、この色でこの感じっつったらもう、うん、まさにですよね、うん、はい、で待望の6速ミッションだしさ、はい、6速ミッションっていうのはやっぱり普段さボケ老人にはいいんだよ。そうですね、本当にボケないよ。あ、もうだし、あの踏み間違いでバックしてどっか行くとかコンビニ突っ込むとかそういうのはないですよね。ないないない、はい、むしろ、うん、マニュアルは増やすべきですよねと思う俺はね、はい、うん、はい、じゃあまあ俺が仕上げたこのモデューロ X、はい、バージョン Z、はい、バージョン Z で胸を貸してあげましょう。なるほど、まあ、大体のスプーンさんってめちゃくちゃイケてるかむちゃくちゃ外すかどっちかですどっちかですもんね。だからそういうさ、はい、テスト&エラーでさ、はい、仕上がってきてるわけじゃないスプーンって、はいはい、だから今回はまあ初登場ということで多めに見ましょう、はい、ね、はいはい、もう外す気満々で外す感じのトーク。まあこうやって消えてく車もあれば新しく生まれる車もあると、そういうことでホンダイズムの継承があるかないか検証してみたいと思います。どうぞ。 S6 に立ち向かうべくスプーンが N1 をタイプ R 化して持ち込んだ。さあどうか。スプーン N1、 そのコンセプトは、今回は、まずボディをしっかり作ること、そこから始めてます。車体がしっかりしてないとパワーを出しても、サスペンションのセッティングも全然うまくいきません。いい車を作るにはまずは骨格から、そしてその次にいい足回りで、最後にパワーを上げていきます。このプロセスを経ていくことで僕たちの製品というものが生まれていくので、今回はホンダタっていうパワーを上げるツールもあるんですけれども、あまりそこにはこだわらず、しっかりしたボディ、それから足回りを煮詰めて持ってきました。 S660、 これがもう生産終了ということで、ホンダのスポーツがだんだん少なくなってるんですけれども、この新しい N1 6速マニュアル、実はものすごくスポーツ性能を秘めています。実際に僕たちサーキットでテストしてますけれども、FF のベーシックな動き方をちゃんとしてくれる、リアから旋回をするっていう、そういう素晴らしい素性を持っていますんで、これはスポーツ性能をものすごく持っている、これからがすごく楽しみな車だと思ってます。さあスプーンの試作車ですけれども、 N1 タイプ R、 タイプ R になっているかどうか見てみたいと思います。行ってきます。 DK インプレッション。ボディがしっかりしてそうだ。
さあ皆さん楽しみですね。N1 うん、こんないい車ないですよ。まずは大事なブレーキからチェック。結構カックンブレーキだね。ブレーキ離してもいつまでもなんかグーって効いてる。これなんか嫌だな。ボディすげえしっかりしてるね。これフルブレーキングしちゃダメだね。おお、しっかりしてるよ結構。レフが欲しいな。車はすごいしっかりしてる。デフ欲しいね。ここまでしっかりしてたらデフが欲しい。いやだけどこのボディはすごいぞ。ものすごいしっかりしてる。うん、これはレベル高い。これは大したもんだぞ。これはなかなかね、スプーンの試作者としては珍しくレベルが高いぞ。ポコポコ跳ねないよね。足はロールはしないんだけど、そんなに硬いっていう感じはしない。ただボディ剛性がすごいしっかりしてるっていうのはわかる。デメリットとしてね、ブレーキがカックンブレーキで、ブレーキ離しても奥で効いてるって感じだから、そこがちょっと嫌かな。慣れないと、このブレーキは慣れないとね、カックンブレーキでもうちょっとこうブレーキ離したらタイヤ転がってほしいよね。いつまでも効いてるからさ、あれみたいな。フルブレーキングしなかったらいいんじゃない。だからそこさえ改良できたらこれはすごい楽しいと思う。ホンダスポーツの DNA はタイプ R っぽい。よかった。ぽい、うん、ありがとうございます。今となってはなかなかこうステアリングがスポーツハンドルがついてるのないからね。ノブインプレッション。なんか意外と動きがマイルドというか、俺の中でもおっさりだな、なんか。おほほ、ブレーキすごっ。おほほほ。おお、曲がらない。なんか曲がらない。曲がらない。で、デフがないから、強くトルクをかけると、内側のタイヤが空転します。それがあってアクセルがあんま踏めない。ハンドルをいっぱい切らなきゃいけない割に、切ると内側のタイヤが空転をする。もうちょっとハンドル切らずに曲がりたいですな。でもなんかここのシフト位置が楽しい。ここの位置なんか楽しい。なんかやる気な感じですね、やっぱマニュアルミッションっていうのは。土屋さんがちょっとブレーキの不満を言ってましたが、確かにね、強い液圧を入れちゃうと、その液圧がねちょっと回復しない。つまんだまま、もう僕はペダルを離してるのに液圧がフリーになってこないっていう症状があるんで、ハードブレーキの跡がちょっとブレーキ離れてこないですね。多分制御の、うん、まあきっと次回もう一回チャンスくれっつって変えて、ガラッと変えて持ってくるんじゃないですかね。そういうことですか。はい、はい、
日本が世界に誇れる走りがここにはある。ホンダ S660 モデューロ X バージョン Z。 さあそれではスプーンが作ってきた N1 の6速 MT タイプ R モドキに、胸を貸してやろうかと思います。これはもう本当に最後の砦だよね、ホンダのね。ホンダジャパンがもう血と涙と汗で作り上げた1台ですよ。 S660 モデューロ X 行ってみたいと思います。負けるわけねえだろ。 DK インプレッション。なんだ K かってバカにすると痛い目に遭うよ。下りでこれに追いかけられた日にはポルシェでもフェラーリでも煽りまくりますよ。本当にそのくらいレベル高いんだなこの車。まあええよ。プロドライバーをその気にさせる魅力がこの車にはあるんです。バカにすると痛い目に遭うよ。 S6 モデューロ X は S6 がなくなっちゃうのはやっぱり残念だね。ノブインプレッション。さあ S6 ですが、僕が乗るとヘルメットがコツ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 後ろに当たります。サイズが僕に合ってない。おお、スポーツカーですね。これはね、軽自動車といってバカにしちゃいけませんよ。ライトウェイトミッドシップスポーツカー。この S6 はね、格好だけじゃなくてマジ運動性能も高いね。バトル区間の最後の S 字を今1本目、1つ目のカーブは全開で曲がって、2個目もちょっとだけ戻したけど、多分次行ったら全開、両方とも全開で曲がりますね俺。おということで全開で行けるかどうかチェックです。さあどうか。まずは1個目、全開でクリア。そして2個目、うわ全開で曲がれるもん。こうしかもちょっとゆとりあり、全開率が高い、最高です。攻めれば攻めるほど最高です。いや最高、楽しいなこれ。峠バトル S660 モデューロ X バーサス スプーン N1RS。峠バトルは先行は遠いのイニシャル D 方式。さあスプーンが作ってきた N1 6速 MT、 これをタイプ R と呼べるかどうか S6 モデューロ X で確認したいと思います。さあスプーンの N1 で、S6 とバトルですが、バトルって言わねえだろこれまああの土屋さんのね、あの余裕こいてる顔が目に浮かびますどのぐらいの差になるか、前代未聞の差になるか、それとも画面の中に収まっていられるか、交互期待。さあそれではスプーンの N1 どのくらいのレベルか見てみましょう。
が、ここでノブが普段ならスタート合図をするのになんと何もせず逃げろほぼフライングです。これしかも話してる。直線早いぞ。直線は互角。あ、むしろこっちの方が早いんじゃねえの。あら、これは予想外の展開に。直線早いね。しかしコーナーはどうか。この車ね、足がちょっと柔らかすぎてロールが大きいから、立ち上がりでアクセル踏むと空転ばっかりする。頑張ってるね、とっても。やっぱりコーナーは S6 が早い。もうちょっとロールを抑えたいね。いいんじゃないの。なかなかデフがなくてこの差なら案外ありかも。1本目は S6 に軍配。まあよく頑張ってますよね、あんな格好で。まあでもスポーツカーがどんなものかというものをちょっと谷口さんに思い知らせたいと思います。入れ替えです。こすくね、フライングしてたのよあのスタートこう合図もせずにね、うわーって出た、うん、直線はどっこいか、ちょっとこっちの方が早いかもしれないんだけど、うん、1コーナーに入って下り切るまでにもう追いつかれた、うん、だからもうやるまでもないですでもやりたいがってますあの人でしょうねまあタイプ R もどきにはしましたけど、本物のスポーツカーがどのくらい速いかというのを谷口さんに知っていただきましょう。入れ替えて2本目。直線はどこい？マジで？ところが車重はほぼ互角。ここからトラクションが厳しい。ドリドリもマジで逃げてます。いやー、少し離されたか。さようなら。おー、ブレーキが変なかかった。なんだ、コーナーをクリアするごとに少しずつ離される展開だ。やっぱり S6 は速い。意外と健闘したね。お、まずまずついていけたよ。まあだけどあの N1 でね、よく頑張ってるよ、うん、とてもよく頑張ったと思う。だからあんな格好してて速いっていうのがいいよね。ただやっぱりスポーツカーと比較するとね、このくらいの差がつきますよっていうこと。さあ、スプーンの N1 はタイプ R になったか。はい。どう？もちろん S6 にはちょっと全然歯が立ちませんけど、でもね、可能性とか楽しさを持ってる。楽しさはあるけどブレーキ変。今日はまだ改善ポイントが数点ありました。うん、それは伝えました。うん、これ改善したら結構楽しい車になりそうだし、実際、うん、この N1 のマニュアルミッションっていうの楽しい、ね、やっぱねマニュアルって面白いですね。楽しい、はい、でシフトの入りもすごくいいし、うん、で全開シフトも容易にできるし、うん、だからそういう意味では車を扱う楽しさっていうのは今日もあったんで、うんうん、このあともうちょっとポテンシャルを上げる部分は詰城はあるんで、うん、これはちょっと期待できますね。だからここから本物のタイプ R になっていくかどうか、はい、まだスプーンはもどきです辛い。そして今後スプーンが N1 を
どうモディファイしていくのか。数々のホンダ車にムーブメントを起こしてきた男がその熱き思いを語る。お久しぶりでございます。一生ホンダ好きスプーンの一島でございます。今日この N について一言、申し上げたいと思います。私たちスプーンは、必ずこの N を、20年前の EK9 や DC2 と同じように皆さんに、楽しく乗っていただいて、なおかつ速くてファンだ、そんな N に、必ず仕上げてみせます。ここでお約束するのは、皆さんがインテとかシビックで熱く燃えたつくば、1分8秒、隣に彼女を乗せてっていうわけにはいかないんですが、そういう速さと強さがある、N1 に仕上げてみようと思って。私はここまで N にこだわるのは、私自身が1970年、今から約50年前に最初に、レース、あるいはヒルクライムジムカーナーに使ったのが N だったんですね。まあ、その後 S6S8 と、プライベティアの貧乏レーサーの新さんをなめ尽くし、今でも、皆さんに、あまりむちゃくちゃお金をかけるんじゃなくて、楽しんで、アクセレーションで向きを変える、ブレーキングで姿勢を変えながらコーナリングする、こういうスーパーハンドリング N1 を、必ずや作り上げたいと思っています。待っててください。その熱き思い、ホットバージョンもしかと受け取りました。スーパーハンドリング N1、お待ちしてます。